残りの美獣は八尾の回収にはサスケを向かわせている。大丈夫かサスケ。急ごう。約束通り八尾は連れてきた。木の葉だ。本当のことを言え。お前はどうしたい。イタチを犠牲にした平和など俺の望むものじゃない。そして上層部の三人は絶対に許せない。あれだけの生き様を見せられてイタチの意志、守ろうとしたものを無にしていいと。俺にとってイタチの命は里よりも重い。それだけのことだ。俺を感情的に動くガキだと馬鹿にするならそれでもいい。もし俺の生き様を否定す大切な人間を片っ端から殺してやる。人は愛情を知った時、暁は許さんぞ。暁サスケはうまくやったようだな。キュービはペインが持ってくる。大人数が少ないと時間がかかるね。タコの足だ。笑うな。予想外ですね。というわけだ。まさかペインがやられるとはな。サメ、お前は八尾を探せ。またゲドーマザーとシンクロさせる駒が必要だな。あなたは？俺は少し別の用がある。よし、誰もいない。今頃雷影が大騒ぎしているぞ。いいのか。変化だ。今の俺は暁に捕まっていることになっているからな。たまには息抜きも必要だろう。つい調子に乗っちゃった。今までやった奴らの中でもあのシャリンガンは1、2を争うぐらい強かったからな。よう、サスケ。どうして俺の居場所が分かった。こっちにはそれなりの能力がある。それならもうあんたたちに八尾を飼って渡したはずだろ。あれは変わり身だった。暁としてやった仕事は最後までやってもらう。今さら木の葉へ行っても少し遅い。木の葉隠れの里はもうない。で、おかげは誰になった。団蔵ってやつだよ。一体木の葉で何があった。俺の部下ペインが木の葉を潰した。五影階段が開かれる。そこからは僕が説明する。そのナルトってのがペインを一人でやったのか。そんなことはどうでもいい。問題は五影階段だ。俺たちタカは五影階段で火影の首を取る。行き先変更だ。絶、僕の分身が案内するよ。じゃ、僕についてきて。何かおかしな様子があればアマテラスで処理する。サスケがナガト以上になったとしてもコントロールできなければ意味がない。ナガトが死ぬシナリオも用意してあった。月の目計画を急ぐとしよう。